現在アイゼンガルド連邦西部上空を通過中。予定では14時10分に帝都圏に到達する見込みです。速度と進路を維持。アレスター近郊に到着後は鉄道路線に並行して飛行せよ。イエスキャプテン。お疲れ様です閣下。この1週間本当にお世話になりました。何、これも赤き翼の役目というものだ。期間こそノーザンブリアでの初演習、さぞ気苦労も多かったであろう。お疲れ様であったな。正直どのように表しどう諭すべきか迷っています。クレイグ殿の薫陶の賜物というべきか。とにかく今は機関の信念を示し続けるしかなかろう。そうすればきっと。あ、教官こちらにいましたか。アルノール候補生、ごきげんよう殿下。しかしさすがは赤き翼ですね。内戦でほとんど使われることのなかった手法も大したものでしたし、今後飛行艦隊にも同等の巡洋艦を数隻配備すべきかもしれません。候補生、君は。確かに返事においては役立つ力ではありましょう。そうした力の使いようとぜひ。今回の演習で学ばれたのであれば有意義であったのではないかと。ええ、もちろんです。お疲れ様でしたアルゼイド艦長。またの機会があることを祈っています。それと帝都の下司祭での紹介任務、これで何回目だ。キリがないぞ。やはり鉄道憲兵隊や情報局の力を借りるしか。やれやれ、あの程度であれば助かるが。今はまだ捕捉されるわけにはいかん。帝国まで3回、ラムダはいつでも使えるようにしておけ。ラジャ、任務を再開します。赤い花。
せないわ。本当にキリがないわね。奇跡をもたらす存在の目にしてよりしろ。幻は炎に飲み込まれ、おとぎ話も帝国に取り込まれた。それで専門家としてはどう介入するつもりなのかしら。いやバレバレでしたか。正直とっかかりがなくて困ってましてね。できればお近づきになって情報交換できないかなと。よかったら長殿との仲立ちもお手伝いさせていただきますよ。そういえば協定とやらを結んでいたそうね。まあそれについては検討させてもらうとして、せいぜいお手柔らかにお願いするわ。ドールズ本校元歴史学教官、いえ第2位箱使いトマス・ライサンダー卿。まさかオリバルト殿下が祝賀会を欠席されるなんて。仕方あるまい、あのようなことがあったばかりだ。赤き翼が帝都の空を守るならば民もさぞ安らごう。ですが殿下に申し訳なくて、ただでさえセドリックのことで気を悪くされているでしょうし。その程度で不快となるオリバルトではあるまい。そなたもよく知っているようにな。そうですわね。お母様を失い高級に引き取られたばかりの男の子、駒使い上がりのママ母のことなど邪険にされてもおかしくないのに。
殿下は私を受け入れ、アルフィンやセドリックの誕生を心より喜んでくださいました。それがあれの人徳だろう。帝国だけでなく大陸各地に友がいるのもうなずける話だ。それなのに最近のセドリックはあれほど慕っていた兄君を。両陛下失礼します。オズボーン閣下が拝謁を賜りたいとのことですが。わかった、通してくれ。おくつろぎのところ失礼いたします。陛下、ブリシラ様も。いい、お役目お疲れ様です。それでは私は下がらせていただきますね。やはり殿下のことでご不快にさせているようです。こればかりは致し方あるまい。そもそも妃とそなたで見えているものが違う以上は御意。それよりもいよいよ秘書の通りとなってきたわけか。ええ、内戦についてはタイミングを計りましたが、全てがそれに至りつつあるのは確かでしょう。ですがよろしいのですか、このまま私に任せても。14年前に言った通りだ。それが避けられぬのならまずはそなたに任せると決めた。息子たちには苦労をかけてしまうだろうが、それについてはそなたも同じであろう。イエス、ユアマジェスティ。
凄まじい腕前で、本物としか思えないオーラだった。だが結社という犯罪組織の一員が聖女を語っている可能性もある。そのあたりは保留にしておこう。ますます興味深い。
褒めたって何も出ませんから。仕方ないわね。腕が伸
結構降ってたかも。あ、リン君、今日は戸締まり当番だったっけ。お疲れ様。いいよ、そこまで降ってないし。ずるいな、そんな言い方をするなんて。それじゃあお言葉に甘えさせてもらうけど、私を気遣って肩とか濡らしちゃダメだからね。何を言いかけようとしたのかな。Thank you.
うん、ちょうど雲が風で流されたのかな。入れてくれてありがとね。なんだか2年前のことちょっと思い出しちゃった。うん、それで次の日、前の年のバンドの映像を見せて。その話はなし。もう、だからリンク、意地悪だよ。
なかなかいい眺めじゃねえか。悪魔教官、ご指導お願いします。ミュージーちゃんで、何更衣室に連れて行こうとしてんのよ。40アージュ、今度こそは。やれやれ、平和だね。みんな生き生きしてますね。みんな勉強すごく頑張ったみたいだし。しかし授業というからには指導など最低限の体裁を。それよりも勝負だな、水場ならではの真剣勝負を。皆様、喉が渇いたらこちらで冷たいドリンクをどうぞ。